皆さん、こんにちは。2006年にユン・ソクホ監督の季節シリーズ完結編、春のワルツの主役に抜擢され、シンデレラと呼ばれたハン・ヒョジュさん、整形疑惑や引退報道の真相に一同驚愕。今日は、ハン・ヒョジュさんのことについて紹介します。まずは、ハン・ヒョジュさんの経歴とプロフィールから紹介します。ハン・ヒョジュは、韓国の女優。ハン・ヒョジュさんは、2003年のモデル選抜大会で大賞を受賞し、芸能界デビューをしました。以前にもアパレル会社の選抜大会で2位になったこともありますが、特別、芸能界に憧れていたわけではなかったそうです。ヒョジュさんの幼い頃の夢は教師、獣医、動物調教師、詩人などがあったとか、母親が幼稚園の先生をしていたからなのでしょうか。ヒョジュさんの夢も先生関連が多いですね。褒められることが大好きだったヒョジュさんは、褒められるために何事も一生懸命する性格で、身につく速度が誰よりも早かったようです。特に、運動神経が良くマラソン大会などがあれば、いつも1位で、バスケットボールやドッジボールの球技系も得意だったヒョジュさん。デビュー当時は、まだ高校生だったのですが、地元のキヨスを離れ、ソウルに近いおばの家で学生時代を過ごしました。2005年には青春コメディドラマノンストップ5でドラマデビューし、翌年春のワルツで主演に抜擢され話題となったドラマですが、期待通りの視聴率を上げることはできなかったのです。春のワルツはユン・ソクホ監督の作品で、夏の香り、秋の童話、冬のソナタに続く最後の四季シリーズドラマでしたが、新人を主演にするという異例な挑戦をしたのでした。皆さんもご存知の通り、こちらの作品はソン・イェジンさん、ソン・ヘギョさん、チェ・ジウさんといった有名女優が主演を務めたドラマ春のワルツですが、視聴率は低かったものの、制作会社の作品の中では最も高い収益を上げた作品だったのです。その後ドラマや映画の出演が徐々に増え、2009年のドラマ華麗なる遺産で最高視聴率 47.1% を記録し、一躍有名になったヒョジュさん。2010年のドラマトンイでも主演を務め高視聴率を記録し、最年少演技大賞も受賞と、順調にスターの道を歩んでいき、2011年には日本の芸能事務所と専属契約を結んで国内外で幅広く活躍しています。ヒョジュさんは旅行に行くのが好きで、一作品が終われば自分だけの時間を作り旅行に行って休息することが多いとか、旅行は主に海外に行くようですが、韓国国内だとチェジュ島が好きで、いろいろな場所をよく歩き回るそうです。そして2012年の映画王になった男で共演したイ・ビョンホンさんと撮影中に一度お酒を飲みに行ったことがあるそうで、ヒョジュさんはかなりお酒が強かったとか、韓国人は女性でもお酒をよく飲み、強いイメージは確かにありますが、ヒョジュさんの見た目からは想像がつかないですね。2014年に日本映画にも出演したヒョジュさんは、2019年にはアメリカのドラマ、トレッドストーンに出演し、北朝鮮のピアノ教師で実は殺し屋という役を演じました。国民的女優と言われてきたヒョジュさんですが、女優生命の危機に陥った過去があるのです。それは、ヒョジュさんの弟が起こした事件に関係がありました。2013年の7月頃、ヒョジュさんの弟が空軍兵として所属していた時に、直属の部下だった、ある一等兵を軍務中に自決に追い込んだと言われており、韓国で話題となった事件、キム一等兵事件、軍隊では厳しい訓練が行われ、そのストレスで、精神的な病や理性を失って自ら命を落とす人も少なからずいます。ヒョジュさんの弟は、業務を始めてから5日しか経っていない新人の兵士に日課を終えた夜10時から、防毒マスクをつけ、38キロの重い荷物を背負わせ、訓練場を15周と PT 体操を8日間も続けてさせたと問題になったのです。その他にも、他の兵士の過ちを一等兵がしたことにし、罰を受けろと命令、いじめと思われるようなこともしていたと報道されました。面会に来た一等兵の両親にいじめられることが辛すぎると打ち明けるほどです。
本当に過酷で悪魔のような人だと言っていたとか、最初は優秀兵士に選ばれるほど明るく肯定的だった一等兵ですが、軍務中に自ら命を落としてしまいます。結果一等兵は亡くなってしまい、空軍は殉職ではなく入隊前から精神病があり自らこの世を去ったという事件で終わらせてしまったのです。その後人気番組それが知りたいが取材を始め、放送を間近に捜査結果が変わり殉職が認められ番組が放送されました。しかし放送では加害者がヒョジュさんの弟であること分かっていながら、弟の名字さえ言及されず遺族の悲しみと殉職した内容だけが放送され、ネットのコミュニティサイトでは不満の書き込みが殺到。この時そのコミュニティの書き込みが無差別に削除され、ネイバーの自動検索にも出ないなどの不思議な現象が起きたりもしたそうです。そして一等兵の両親は過酷な行為の疑いで告訴しましたが、入隊前からあった精神的な問題による一般的な死亡とし、ヒョジュさんの弟は起訴猶予処分となりました。このすべては事件が起こった2013年ではなく約1年後に被害者の出身大学高麗大学の先輩が書いた壁新聞によって公になりました。遺族はマスコミ、国会議員や市民団体など約1000箇所に報道資料を送ったそうですが、回答があったのはたった1箇所で、2014年5月に記事となりました。その記事により明るみになると世間の怒りの矛先がヒョジュさんに向けられたのです。ヒョジュさんがモデルを務めていた広報会社はクレームの嵐となり、ヒョジュさんは全く事件に関わっていませんでしたが、有名女優だったため大きな問題になってしまいました。しかし次の日、ヒョジュさんの所属事務所が別の記事を出し、事件の記事を覆してしまったのです。その記事の内容は高速道路で小鹿に水を飲ませて小鹿を救ったという記事で、見出しは天使ハンヒョジュにあったんでした。この記事を見た多くのネットユーザーからは小鹿隠蔽事件と言われます。結局ヒョジュさんの記事でカバーされ、一等兵の記事や映像は削除されたため、検索をしてもなかなか見つけることが難しいようですが、ヒョジュさんに対する過激なバッシングは続いたようです。この事件が公になっていた頃にヒョジュさんは映画セシボンの公開を控えていましたが、映画が上映される前から一点の低評価をつけられたり、潰れろ、見たくない、こんな映画見るはずないだろと悪質な書き込みが相次ぎました。女優のハン・ヒョジュが過去写真を通じて整形疑惑に言及した。最近 YouTube チャンネルビボテレビようこそ CEO には、これはトークショーかシットコムなのか、はい、千万俳優リュスンリョンハン・ヒョジュですというタイトルの映像が掲載された。映像でハン・ヒョジュは過去写真を公開、ソンウには、卒業写真がこんなに綺麗なのは初めて見ると驚いた。これにハン・ヒョジュは、私は中学の時一重まぶただったのに、高校生の時に二重になってこの顔になった、それで整形疑惑もあったと明かし、視線を集めた。またでも私は年を取るほど二重まぶたができて、ある日は五重になる時もある、仕事をしながらもずっと整形疑惑があると付け加えた。これにソンウには、私は80万ウォンで二重手術をしたが思ったより疑惑がないと話し、笑いを誘った。現在ハン・ヒョジュさんはまだ結婚されておらず、女優業に専念されているということです。とても美しい女優さんですので、これからどんな方と結婚されるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。現在彼氏がいるという情報はありませんでしたが、自分を理解し配慮してくれる男性が好みだそうです。どんな男性と結婚されるのか楽しみですよね。またハン・ヒョジュさんは以前から寄付活動をされており、ヒョジュ基金と称して高齢者の整形費支援事業や恵まれない児童青少年の文化体験支援事業を支援しているんだとか。その他にも山火事の被害復旧や新型コロナウイルスのための支援も行うなど、かなり多くの問題に寄付をされていることが分かりました。見た目だけでなく心も美しい素晴らしい女優さんですよね。女優業としては2019年に映画ボーンシリーズのスピンオフドラマとして
トレッドストーンにヒロインとして出演、アメリカドラマヒーローズシリーズを担当したティム・クリンが脚本を務め、人気シリーズのスピンオフということもあり、かなり注目された作品でした。ハン・ヒョジュさんはオーディションでこの役を勝ち取り、念願のハリウッド進出を果たしています。昨年公開された日本映画太陽は動かないでは、魅惑的な謎の女として出演し、今まで演じたことのない初めてのキャラクターですとインタビューで話をされていたのが印象的です。以前も日本の映画の出演経験があった彼女ですが、約7年ぶりと久しぶりの出演に、日本のファンも喜びが大きかったのではないでしょうか。また今年公開された韓国映画海賊鬼の旗では、豪華俳優陣に並び海賊船の主として、強い女性の姿を演じ、変わらぬ美しさを見せてくれています。清純派の役のイメージがあったハン・ヒョジュさんでしたが、かっこいい女性の姿もとても似合っていてすごいですよね。現在は公式インスタグラムも開設され、いつまでも美しく清純な姿を見せてくれています。もともとモデルさんであったこともあり、スタイルも素晴らしいので、どの写真もとっても映えていますよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。